アントン・メルビュー・ディトリューブルンク・アントン・メルビューは、デンマークの画家である。海洋画の分野で有名である。弟に、海洋画家、ビルヘルム・メルビューと各国を旅した、風景画家、フリッツ・メルビューがいる。コペンハーゲンに、税関の役人の息子に生まれた。はじめ海軍士官を目指すが、禁願のため断念し、造船技術者としての学校に進んだ。 音楽への興味からギターを学ぶために工学の学校を辞めた。海洋画家になるために1838年にデンマーク王立美術院で海洋画家でもあるクリストファー・エカスベアに学んだ。1840年頃までに海洋画を展覧会に出品するようになり、ドイツの絵画収集家である貴族のフォンルモールに認められフォンルモールの推薦で、 デンマーク国王クリスチャン8世が乗船し、バルト海と北海を航海したコベット船に同乗した。そのすぐ後に、モロッコへの王の地中海航海に同行するように命じられ、この航海では、フランスとモロッコの戦争で、フランス艦がタンジェを砲撃するのを見ることになった。1845年に海外留学を申請し、王のサポートで1946年に、 留学資金が支給されることになった。この年、イギリスのエディスト・オーン・東大を描いた作品を、王立美術院の展覧会に出展し、デンマーク王立絵画コレクションに買い上げられ、トーバルセンメダルを受賞し、彼の代表作とされた。1847年からパリに暮らし、フランス革命期もフランスに泊まった。 パリでも画家として評価され、留学期間が終わってもパリに滞在を続けた。1853年には、フランス政府のトルコへの外交団に同行が許され、大使のアシルバラ・ゲディリエと同じ場所に住み、オスマン帝国の第31代皇帝へ、アブデュル・メジト一世の肖像画を描いた。フランスでは、写真の発明者、ルイ・ジャックマンデ・ダゲエルから、写真術も学んだ。 1857年に結婚し、翌年デンマークに戻り、デンマーク王立美術院の会員となり、ランネーブロ勲章を受訓した。1862年に王立美術院の教授となった。その後もコペンハーゲン、ハンブルク、パリを行き来して活動した。ありがとうございます。